田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム85、しなやかに不買運動、無国籍企業アマゾンとしなやかに立ち向かう西海岸の人々と題してお届けをいたします。まあ、無国籍企業と呼んでいるのはもう皆様ご存知のようにですね、本当に未だにちゃんと日本で皆さんが 8% 払った消費税はアマゾンの場合どこに納められてるんだろうか、納められてないんだろうかという疑問、このことをお話しするとですね、すぐにですねアマゾンがの方々からお前は分かってないというのがあるんですけど、ヤシも別にアマゾンは使ってんで、アマゾンがいけないでお買い物するのがいけないと言ったわけじゃなくて、この点に関して明確にきちんとは説明責任を果たしなさいということなんです。でこの不買運動ってのは買うのをやめましょうじゃないんです。今日お話しするのは後半でお話しますが、アマゾンに物を売らないという動きがですね西海岸で起きてきているというお話なんでございます。まあしかしその前にですね、日本の流通業というのはまさに本屋さんもですね多くの町でなくなってしまったと、そしてそのみならず百貨店受難の時代と言われております。先週の金曜日でございますね、25日の日にセブン&アイホールディングスは、そごう西武、まあそごうと西武は今もセブン&アイホールディングスの傘下にあるわけでございますからね、ミレニアムリテイリングなんてわけのわからない会社も一時期ございましたけども、で西武の船橋店、西武の小田原店、これは来年の2月末に閉鎖するというお話でございます。まあ三越伊勢丹のグループもですねご存知のように千葉の三越であったりですね、あるいは多摩センターの、三越であったり、まあじゃあ閉鎖してって、相模原の伊勢丹もどうなるのかというふうに言われている時代でございます。で同時にですね、これも24日の日に発表されましたけども、ユニファミリーマートホールディングス、まあファミリーマートは伊藤忠の傘下にもありまして、でこのファミリーマートがユニと一緒になったと、でまあホールディングスになった。でまあ、ユニの店舗に関してはこれは採算の見込みが取れないということで、スクラップ&ビルドではなくてスクラップしていくという状況にあったんですが、今年の春くらいから、ドン・キホーテのグループがですねユニと提携をしようという動きがあったんでございますけど、24日の日に閉鎖予定のユニの店舗をドン・キホーテグループの店舗に転換するということが正式に発表されたんですね。そして、まあ、ユニーの既存店の一部の中にもドンキホーテが入る。ドンキの名称をつけると。まあ、なんかほとんど100均ショップがショッピングセンター、イオンの中にあるというのよりももっと大規模である。で、後続の情報だとですね、ユニーの店舗のうち6店舗はドンキホーテと統合した新業態にすると。これは来年から始まると。で、もちろん同時にユニーを閉鎖をしてドンキになるところも出てくると。そしてですね、ドン・キホーテのホールディングスじゃなくて、ドン・キホーテの、じゃなくて失礼しました、ユニーのホールディングスの方じゃなくて、ユニーの自体の現場のユニーの株の4割はドンキが持つというような状況になってきているので、本当に流通業受難の時代だというふうに言われております。でも逆に言えば、リアルな店舗なわけですからね、ドンキは。だからつまりリアルな店舗に人が足を向けないのではなくて、それはまあドンキは一つのアミューズメントパークのようなものに見えるかもしれませんけど、やはり足を運ぶ場所はあるということなんですね。まあご存知のようにまあ、ヤシは比較的、ビッグカメラでお買い物することありますけども、ヨドバシカメラがいち早く行ったことは、ヨドバシの場合にはヨドバシ専門の宅配を始めたと。でこれはまあ実際のでもまあカタログだけで見てもすでに知ってるものならば、あとは取り寄せればよいと。まあ、ヤシーのこのシンクパッドの、レノボもリアル店舗じゃなくて全部通販で買ってるわけで。この手のものというのは、まあ、確かに現場に行かなくてもいいかもしれません。ただ、まあ、炊飯ジャーのようなものは現場に行ってそこの売り場の人の説明を聞きたいという方々もいらっしゃるわけでして、ヨドバシはその意味によってなかなか鋭いんですけど、まあ、これは同時に大塚家具の今受難と。大塚久美子ちゃまというは一橋のヤッシーの後輩にあたりますけども、まあ、お父様にも彼女にも一度目にかかったことがありますけれども、まあ、お父様がやっていた時代の方が逆に言えば大塚家具は羽振りが良くて売り上げもいいし利益も良かったと、今や赤字になってると。でそれに対してですねニトリであったりですね、あるいは、北欧から入ってきたですね、名前忘れてしまったよ、イケアでございますね。こっちは羽振りが良いと。で、これはやっぱり大塚久美子ちゃまは机上の空論のマーケティングをしちゃったってことですね。
大塚家具、実は大塚家具ではなくて本当にハイエンドの人たちっていうのはカッシーナで買ってるかもしれません、あるいは B&B かもしれません。でもその人たちはカッシーナで全部揃えるとか、あるいはその人はもう知り合いがいて、ここの部分はカッシーナだけどこれ B&B であったり、あるいはまあ子供の部屋はアルフレックスだったりということはですね、ある意味ではもう本当にパーソナライズされたですね、なんかコーディネーターがついているっていうことですよね。でも大塚家具に行かれた方は、大塚家具には確かに無垢の日本の飛騨家具も松本家具もあるかもしれないし、同時に比較的安いものもあるかもしれないけれども、アメリカ的な、まあなんて言いますかですね、ヤシはあまり好きではないリッツカルトン的な雰囲気のものもあればね、あるいはパークハイアット的なものもあると。そしてまあカッシーナはないかもしれないけど似たような雰囲気のものもあるとか、百貨店ですよ。でも百貨店だけど、そこに大塚家具の場合には本当にプロの接客の人というのがいて、こうやって見ていると、その人に最初にやっぱり顧客を囲い込むというふうに言ってましたけど、そうではなくて紙に書いてもらって、その人に合ったものの接客をするという、まさに美容部員と同じような状況を大塚家具はやってたわけでございますね。じゃあ IKEA いやニトリはそうではないですよね。人件費、固定費は非常に削っているかもしれない。でもそれは自分で選ぶかもしれないけども、それはヤッシーもイケアに妻のダブル嬢と行く場合、ロッタは残念ながら入れませんけれども、行く場合にはそれはやっぱりとてもこうシンプルな無印良品に売ってんのともまた違うようなものを、雑貨として買いに行ったりするということですよね。でも同時にイケアで自分で、作る子供の部屋のための家具を買うという方もいるかもしれないし、もっと言えばそれはニトリで買うということかもしれないわけです。で、彼女が間違ってしまったのは、大塚家具の DNA というものはニトリやイケアとは違ったということですよね。埼玉から出てきた家具屋さんから、岩槻から出てきた家具屋さんかもしれないけども、ある意味では非常に専門的な知識を持って、そしてその人の言葉に騙されるというんではなくて納得した上で、だって皆さんだってレストランに行った場合にですね、このワインいいですよって言われた時にちょっと高いなと思うかもしれないけど、その人がとても、言葉の巧みなソムリエで、そしてその人が素敵なグラスについてくれて、リーデルでも違うグラスについてくれた時には、それは値段に換算できないプラスアルファの豊かさというのはあるわけですね。車に関しても昔はディーラーの営業マンというのはそういう力があったわけですね。で、そういう部分の人件費を削っていってしまった大塚家具というのは、結果としてでもそれはニトリやイケアにはかなわなかったということを未だに彼女が気づいていないというところが、今の大塚家具の低迷ではないかという気がいたします。で、さて本日のですね、真打ちのお話でございまして、アマゾンでございます。アマゾンが皆さんご存知のようにアメリカにおいてですね、ホールフーズマーケット、これはまあ比較的高級なスーパーマーケットということなんだそうでございます。まあ日本の場合にはですね、まあ紀伊国屋も JR 東日本の傘下になってしまいましたがですね、よくわかんない。で、まあその中でなんか成城石井がすげえぞみたいなことを言ってる方々もいますけど、これはもう単にお惣菜があるとか、あるいはそれが一応無添加らしいとか、そこで受けてるわけでございますからどうかな。で、まあこのままホールフーズを買って Amazon.com がアメリカの。そしてこの生鮮食品もインターネット販売をするんだと。で、アメリカではですね、87兆円と言われている生鮮品市場、8000億ドル。これ実は日経新聞のシリコンバレーの特派員の金松雄一郎さん、この方は私お目にかかったことないですけど、なかなかいつもいい観点の記事を書く人で、これは日経の記事、これは会員制ですので、有料でございます。ただし、登録すると月に10本までは無料で読めますので、きちんと URL を貼り付けておきますので、これはなかなか素晴らしい記事なんですね。で、まあ、インターネット販売は生鮮食品でもさすがに 5% だと。まあ、日本のアマゾンもなんか、アマゾンフレッシュってのが始まりましたけれども、まあ、ちょっと見てみると、さほどなんか、どうかなという感じもございます。で、このアマゾンが、じゃあこのホールフーズマーケットを高級スーパー買ったことでやるぞ。でも、これに対してですね、まさに西海岸のサンフランシスコのここのところでですね、生鮮品のネット通販ベンチャーの人たちと農家の直販市場の運営者たちが集まる集会が開かれてたと。で、ここでその迫るアマゾンの脅威にどう向き合うかがっていうことでですね、まあその生鮮食品のネット通販ベンチャーのアメリカのですね、グッドエッグっていう会社があるんだそうでございまして、ここの CEO のベントレーホールさんという、ベントレー車じゃございませんよ、名字が。
この方がどうだよって、お前らも上場が近づいたら、あの規模と利益の追求に走るんじゃないのか、まさにこの上場が近づいたら規模と利益の追求に走るんじゃないかっていうのはですね、星野リゾートが今問われていることなのではないかと、日本のメディアはきちんとここを書いていませんけれども、いずれまあ日経ビジネスであったりですね、あるいは今は東芝の問題とかを書いている元日経新聞の記者だった大西さんあたりがですね、私は星野リゾートのことも書けば面白いと思っておりますけども、心を失わずに成長できる心なんて日本的なことを述べてるんですけど、彼は何言ってるかって言ったらですね、通販の8割は自分のところは自分の社員が持ってってる。まあ逆にアマゾンも今はヤマト運輸でなくなってですね、そのそうではない、会社が割合小さなところの運送会社が担当してますけど、自分で直でやるようになるとか言われておりますけれども、同時にですね、軒先でちゃんとその運んだ人が話をする。まあ日本のまあ盛況的なスーパーの宅配っていうのはそういう具合かもしれませんけど、でこれによって生産者側と消費者、これヤッシーはですね、三位一体の利潤ということを昔申し上げました。いわゆるコンビニエンスストアがいっぱいできてる。今コンビニはまあほとんど大手の3つしかないわけですね。山崎デイリーストアもあるかもしれませんけど、でそうなるとコンビニは皆さんの消費者のためですけど、3つが今度2つになって1つになったら価格決定権はコンビニにしかないと。でも作り手と売り手と買い手、売り手もコンビニの現場は疲弊してるかもしれない、そして作り手も安く叩かれてしまうかもしれない、そして現場を見ていないような計画経済のようなノーメンクラツーラみたいなコンビニの本部があったりしたら、これは作り手にとっても売り手にとっても買い手にとっても不幸な状況になるんで、これが二等辺三角形だったりすると、作り手は全然儲かんなくて、売り手と買い手だけが安くてハッピーみたいな具合だ。そうじゃない、綺麗な正三角形になる必要があるんですね。これはレストランにおいても料理店においても、作り手と供し手、つまりサービスの人間、そして食べて、これがハッピーな三角形にならないと、作り手だけ大儲けをしていて、供し手、ウェイトをしている人たちはですね、もう本当に疲弊していると。で食べてもなんかを高いお金払ったのに大したことないっていう具合では、これは長く続かないわけでございます。ですからこの三位一体の利潤ということを言って、まあこれが竹中平蔵様という方が私の出た大学の先輩でいるんだそうでございますけど、この福沢諭吉さんという、人の上に人を作らずと言いながら自分の下にばっかり人を作ったって、自分だけが先生と呼ばれて大学の教授まで先生じゃなくて君と呼ぶという、もう本当にヒエラルキーを作ったという大学の慶応義塾大学で教えてらっしゃった時に、ある生徒が三位一体の利潤って田中康夫が言ってますよと言って使ったのが三位一体の改革という言葉だったんでございまして、みんなを疲弊させちゃったんで三位一体の意味を間違えてるわけなんです。まあ話を戻しますと、このアマゾンと住み分けるためにアメリカにおいてはですね、その小規模ながら生鮮食品のセレクト通販になっていると。でこれは大変大事な、先ほど申し上げたような小規模ではなくても大塚家具が生き延びる道は本来そこにあったわけでございまして、お父様が売っていた家具とは違う種類でありながらも、ちゃんと人と人、フェイス2フェイスを大事にする、オフ会が皆様にあるのと同じであるということなんでございますね。ですから同時にこの、ベントレーホールさんが言ってるのは、浦和の顧客は通販だけどもちゃんとフェイス2フェイスで届けてるので、アマゾンの有料会員の1人当たりの注文額は6倍なんだと。だからまさにこれは大変な利潤なわけですね。ですから価格で比較されるだけならば、過当競争による値上げ圧力に巻き込まれちゃうと。でも自分たちが大儲けしようというんじゃなくて、やっぱりお客に納得していただいて、お客に直に見てもらって選んでいただく、それはまさに工場で生産されたものではないようなものである場合には、これはとても大事なことで、なぜ私たちが外でラーメン屋さんであってもご飯を食べに行くか、そしてなんで流行るラーメン屋さんとそうではないラーメン屋さんがあるのかという大きな問題をこれは突きつけているんじゃないかなという気がいたします。まあリアル書店をアマゾンも経営するようになったって言いますけども、リアル書店も百貨店のようにただあそこは並べている。ただ本は直に見ることができますし、食べ物は試食じゃなくても、あ
るいはまあ家具の場合には専門的な知識が必要ですけど、本は直に見ることができるからという形で、逆に言えばその中で生き延びる専門的な書店というのは、まあ中古の本であったり、あるいはそこに例えば車に関して特化している本の店であったりとか、非常にブティックであるということなんですね。つまりブティックと百貨店というもの、あるいはスーパーというものはどういうふうにあるべきなのかということをですね、この金松さんの記事を読んでですね、皆様にも今一度お考えいただいて、ヤッシーが述べた三位一体の利潤というのは人の幸せでございまして、三位一体の改革という竹中平蔵様が述べたことはですね、一部の経営者とですねあぐらをかいている、そして現場で手を汚さないという人たちの幸せで多くの人の不幸になってしまったという、この違いをですね今一度反芻していただければと思います。